はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、焼酎じゃないわ、酎ハイです。アサヒの、ね、新しく出ました、辛口焼酎ハイボールというね、完全に、タカラの焼酎ハイボールを意識して作っているというよりも、完全に、モロパクリのようなレベルですね。うん。で、しっかりここにですね、糖類ゼロ、プリン体ゼロとまで書かれてまして、もう完全にパクリです。本当にありがとうございました。というレベルですね。しかもこの、缶のさ、缶この微妙にさ、つぶつぶになってんだけど、これもパクリですね。アルコールは 8%。確か、焼酎ハイボールの方は、タカラの方は確か 7% だったんです。そして、アルコール度数が、違う、8% で、炭酸強めって書いてありますね。そして、なおかつ、いや、ここは違うとこですね。無果汁です。レモンと書いてあるのになぜか無果汁。どうなっているんだ。原材料が焼酎と酸味料。ちょっと待てよ。焼酎、酸味料、香料、カラメル色素。甘味料が入ってる。アセスルファム K。容量が 350ml ですね。値段が100円ぐらいでしたね。うわ、これまさかの甘味料が入ってるパターン。糖類ゼロって書いてあるんだけど、結局糖類じゃないから甘味料は入れたんでしょうね。これ絶対甘いぞ。しかも変な甘さだぞ、多分。絶対やばい、これは。確実にまずいと思う、俺は。多分あれを意識してやったんだろうけど、宝を意識してやってると思いますけど、多分まずいと思うな。乾杯。うわ。あ、これはマジであれだな。レモンは入ってないみたいですね。本当に無果汁っぽいです。あ、これはあれだ。あ、でも確かに甘くないんだけど、やっぱり、甘味料の甘さというか、なんていうんだろうな。あのね。あ、これが甘味料かっていう。あ、これぞ甘味料。もう、いわゆる、糖類がない、一切ないの、甘味料の味っていう。しかも、だって果汁も入ってないでしょ？レモン入ってないんだから。まあ、香料でごまかしてるけどね。つまるところ、これの中の成分は、甘味料と水と炭酸。じゃ、二酸化炭素。ほぼこの三つです。うん。ということはどういうことかというと、炭酸水に甘味料を加えてレモンの香料を加えただけの飲み物って。うん。これはまずい。もうこれ捨てたいんだけど。どうしようかな。もうガチでこれはやばい。気持ち悪くなってくる。これほどまたあれだな。すごいね。これほど完璧にこの甘味料の、味を、こう、すっきり再現したのは、これほどすごいわ。これすごいわ。しっかり甘味料の味を再現している。うん。結局何にも邪魔されずに甘味料の味だけを十二分に引き出してるね。完全に。
これはひどい。タカラの焼酎ハイボールのパクリだから、一応ネタとして買おうかと思って、いやまあ、ネタとして買ったとしても、まあ、うまかったらそれでいいやと思ってたんですよ。何がだよ。何が辛口焼酎ハイボールじゃん、ボケ。ふざけるなよ。ちょっとでも期待した俺がバカだった。まずい。半端ない、これは。久々にこれは。なんかね、逆にね、なんていうかな、糖類も入ってないから、結局糖類入ってて甘味料が入ってる。二つ入ってるんだったら、まだね、普通の糖類の味と甘味料の味がこう激突して、割と甘味料の味が死んでくれるんですけど、もうこれはもう甘味料のね、もうダイレクトに来るんですよ、これ。うわぁ。これはひどい。うわぁ。で、チューハイとかだったらほら、果汁も入ってるからね。あれでしょ？いや、これは、朝日さん、絶対勝てませんよ、これは。さすがに。結局のところ、これは、あれですね。一体何を目指したいのか、俺にはわからない。タカラの焼酎ハイボールっていうのは、あれは、一応、結局カロリーがあるんですよね。カロリー的な意味ではね。あ、これもカロリー入ってんじゃん。カロリー、47キロカロリー入ってるよ、これ。余計わけがわからなくなってきた。焼酎ハイボールの、タカラの方は、糖類が 80% オフなんですよ。つまりところ 20% 入ってるんです。だからそういう意味で、ね、まあ、こっちの方が多分カロリーは少ないんでしょうけど、まあビビったるもんでしょ。ほとんど。わからないな。で、プリン体ゼロってことはやっぱり、だいぶ高年齢層の向けに作られてるわけでしょ。高年齢層向けで、なおかつ、糖類がゼロだから、まあカロリーを少なくして、カロリーを少なくしてって言ってもゼロカロリーじゃねえしな。わかんねえな。そこがわかんないんだよな。もうここまで来るとね、もうだからゼロカロリーにしろよっていう話なんですよ。こんなことするんだったら。甘味料の味でしょ？もうしかしないんだったらさ、もういっそゼロカロリーにしろよって。わざわざカロリー入れてるんだから、カロリー入ってるんですよ。ってことはどの層向けに作ってんのかが、理解に苦しむね。だってさ、甘いんだよ、結局、甘味料の味で。で、甘いってことは基本的に、上の年齢層を目指す、ね、獲得したいんだったら、甘くないやつ、辛口って書いてあるしね。辛口なんだから、歌ってるんだから、甘さ、甘味料とかも全部廃止するべきなんですよ。かといって低年齢層は買わないだろうね、こんな若者がね。ん？いや、意外とは若者向けのあれなのかもしれんな。わからんけど。若者向けの商品なのか、これは。
うぅ、気持ち悪い。参ったな、これは。ちなみにこの、いわゆるドライの方も買ってあるんですよ。もう一種類。こんなん、食えませんわ。てか、飲めねえかな。うわ。わかんねえな。わけわからん。てるかなこれ。これはもう捨てよう。うん。これは捨てよう。久々の悪い曲捨てる。これは飲め。だから焼酎ハイボールはね、結局甘味料使ってないわけでしょ。甘味料使ってない。糖類は 80% オフ。まあ、ということはどういうことかっていうと、甘味料は実際糖類よか甘いんですよ、100倍ぐらい。確かね。ということは、その糖類自体がそんなに甘くないわけですから、それをさらに 80% オフなんで、まあ、ほぼ甘くないんですよね。まあ実際に飲んでみればわかるんですけど、宝の方はね。宝の焼酎ハイボールの方は。飲んでみればわかるんですけど、全然甘くないんですよ。これも明らかに甘い。どう見ても甘い。はぁ、で、同じくプリン体ゼロでしょ？で、結局これを出したってことはですよ。確実に宝の焼酎ハイボールに勝てるという見込みで出したんでしょ、これは。間違いなく。じゃなかったら、出さない。はずですね。おそらく焼酎ハイボールが、宝の方が、上の年齢層向けなわけだから、ですよね。ということは、これはやはりそれを、任すために多分、低年齢層向けに狙ったんでしょうね。うん。俺はそう考えます。うん。この若干甘い、この若干というか、甘味料の甘さがあるということは、うん。間違いなく、低年齢層向けに作られたわけだな。まあ、俺はまずいですけど、低年齢層の人は、まあ、二十歳ぐらいの人はうまいというのかもしれませんね。まあ、そもそも宝の焼酎ハイボール自体、ね、多分甘くないから嫌いっていう人もいるだろうから、それ人の人向けなんでしょうね。それの人向けなんだけど、それの人向けにしたっておかしいんだよな。ここら辺考えるともう頭がおかしくなってくるんで。うん。ね。だから何度も言うけど、これカロリーがちゃんとしっかり入ってるんですよ。カロリーが。100ml あたり 47kcal も入ってる。ね。これほとんど普通の酎ハイの、よくはまあ低いと思いますけど、まあ、ねえ、宝の焼酎ハイボールと同じぐらいでしょう。ねえ、女性向けにしたってカロリーが入ってるわけだから、さすがに女性向けではないだろう。と考えて、男性の若い人向けか。男性の若い人向けなのかな、これがな。まあいいや、これ捨てます。悪いけど。この後味の、うーってこの喉のあたりにさ、こうさ、来るんだよ、なんか。気色悪い、マジで。もう、なんだよ、これ。マジで、これ。ふざけんなよ、このまずさ。もう問答無用で一つ星だな、これは。こんなん。俺が、酒を捨てるという、酒好きな俺が、ね、あくまで酒が好きなんです。だからほとんどね、
レビュー見てもらっても分かるんですけど、4つ星ぐらいしかつけてないんですよ、ほとんどの酒。それはなぜか酒が好きだからです。ね、あくまでも、もうすでに最初から好きの観点の、その好きの部類に入ってるのに、ね？もうこれ捨てるんですから。一体どうなってるの？もう訳がわからないレベル。訳がわからないよ。訳がわからないよ。もう意味がわからない。2431。まずい捨てる。ゴミ。ご視聴ありがとうございました。